はい、皆さんこんにちは。ゆなです。たかです。ティブログです。私たちの名古屋飯シリーズが続けます。今日も来ました。名古屋飯を食べに来ます。めちゃめちゃ好きなお店があって、まかまか本店というところです。ここでいろんな名古屋飯が食べることができます。でも本当に美味しい名古屋飯が食べれる。レナは行ったことあるってことだよね、うん、そうそう。俺初めてなので。そうだね、今日はタカに紹介する。またまたドイツ人の妻に名古屋飯を紹介される日本人の夫ということでそうだね、コメントでも言われたよ、逆だろうって。いや、それで一番幸せだよ。タカにそういうことを、自分の地元をおすすめできるのが。そうだね、地元の人は意外と地元のこと知らないからね。そうそうそう、いい子いい子、はい、ね、じゃあ行きましょう。まかまか本店、ここです。あ、こんにちは。あ、こんにちは。じゃあ、はい、早速来ました。メニューを紹介します。紹介してください、社長もう本当にあの名古屋的な名古屋飯もたくさんあるし、でもここ の愛知県から輸入したいろんな材料を使って、アレンジした料理とかもたくさんある。すごいじゃん。だから本当に名古屋愛がめちゃめちゃ伝わるお店。例えば土手煮とか味噌カツとか。エビフリアって書いてあるそれはタカが嬉しいね、エビフリア。行ったことないけど人生で金の手羽先とか銀の手羽先とかもあるんだね。ここのあのまかまかが金の手羽先と銀の手羽先で、あの手羽先グランプリで優勝した。すごい。本当に美味しいよ、この2種類で味付けが全然違うから本当に美味しいよ、この手羽先。金シャチ手羽先もあるよ。手羽先に多分金粉みたいなのっけてんじゃない。で、金シャチにしてるみたいな。来ました。はい、ここもあれ書いてあるよ、まかまか。本当だ、まかまか。はい、乾杯。乾杯。あー、うま特別じゃなくてもビールはうまい、ね、いつもこのページは全部名古屋コーチンのページ。知らない人もいるかもしれないけど、そう、チキンです。ブランドチキン、名古屋のブランドチキン。ブランドチキンって言ったらなんかめちゃマッチョのチキンはなんかイメージするけど有名だけどね、名古屋コーチンってね、はい、ちなみにひつまぶしもやってるけど。お、ひつまぶしもあるじゃん。あれだよ、普通のひつまぶしもやってるけど、これを読んで。名古屋鶏ひつまぶし。え、面白くない？初めてなんか最近豚のトントンまぶしは食べたけど、名古屋鶏ひつまぶしも美味しそうだね。あと天むすもあるんだね。あ、天むすはでも名古屋じゃなくて三重でしょ、本当は。それは内緒にしましょう名古屋が大々的に自分たちのものだみたいに言ってるけど本当は三重です。そう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 。で、ちなみに前回に来た時にこれおすすめされたけど、愛知で作ってる生牡蠣。俺生牡蠣大好きだから。そう、しかも愛知県南知多町篠島、知多半島地元ですよ。そう、お、来ました、生牡蠣。ありがとうございます。アレンジもちょっと、うまそう。生牡蠣南知多篠島生牡蠣です。これ垂らせばいいのかな。垂らしていただきます。うん、うまっ、うまっ。こう、これ1個で1杯いけるかもしれない。そうなんだ。え、味付けはどんな感じ？レモンにポン酢と、あと何でしょうね、このこのよくあるやつ、なんだっけ大根じゃないよね、何なんだっけ、これよくあるじゃん、あのなんだっけ、よくあるじゃんって、もみじおろし。卵が来たので。卵ね、卵が来たので。卵ね、卵が来たので。アクセントちょっと違う。卵が来たのでいただきます。うん、でもこれタカが好きなパターン、甘い。甘いやつですね。あ、ありがとうございます。こちらが金の手羽先で、こちらが銀の手羽先で、醤油だれと塩だれとなっています。はい、ありがとうございます。うわ、すごいうまそうじゃん。でしょ。うわ、すごっ。ではでは、いただきますか。どっちから行く、金か銀。
これ金は普通のごま、あ、銀は黒ごまなんだね、うん、そうそう、金手羽銀手羽、普通のごまってどういうこと、これは普通なのって、これは普通じゃないの、いや、これ黒ごまじゃん普通のごまと黒ごまでしょ、そうなの、白ごまと黒ごまじゃないの、あ、そういうこと、そういうこと、食べ方ってあったっけ、名古屋人の食べ方を、まずはここの羽を取ります、熱い熱い熱い、羽を取ってこの身の部分にしたら、これをパクッと、これは説明してもこれでっかいよ、口に入らない、おいしい、あ、ごまのいい香りが口に広がって、鶏肉のこう弾力のある食感もいいし、あとタレの味付けも甘辛でうまい、でも全部がいい感じにマッチしてる、でこんな感じでパクッと食べると一気に取れるので、ちなみに私は金より銀の方が好きだよ、あ、そうなんだ、そう、この黒ごまの方が、イエス、で一気にドーン、めっちゃ綺麗になった、どんどん名古屋人になってますね社長この銀の方が塩とちょっとガーリックでできてるからめっちゃ美味しい、他のところにない味付け、そうだ、ね、金と全然味が違う、そう、どっちが好き、ビールうまっ、あ、でも俺は金の甘辛なテリテリなタレが好きかもしれない、 ああ、はい、これが来ましたよ、いいんじゃない、知多牛のたたきです、7味で楽しめる、あんなにすっごい素晴らしい美味しそうな、だからあれブランド牛でしょ、神戸牛とか飛騨牛と同じ同じレベルかどうかは分からない、かじゃあ私は一番好きな味を塩で、おいしい、これね、たぶんね、このわさび、これわさびじゃないよ、これ何、あ、柚子だ、そうでしょ、柚子胡椒、柚子、柚子乗っけて、これを醤油つけて柚子醤油にして、何を混ぜてるの、7種類を楽しめるという作戦だよ、マスターよ、うん、マスターも、たたきってうまいよ、たたきって何、叩いてる、今適当に言ってる、え、叩いてお肉を柔らかくして、それをうっすら焼いて超レアで出すじゃないですか、皆さん本当ですか、違う牛のたたきって何、どういうこと、追加の注文で、はい、名古屋の鶏味噌カツ、あとは、エビ天むす、はい、追加の注文が来ましたよ、味噌カツです、味噌カツです、名古屋と言ったら味噌カツだからね、でもこれは特別な味噌カツ、鶏肉の味噌カツです、うん、そう、あとは天むす、名古屋じゃないけど名古屋飯天むすです、もう本当にしたよ、意外と豚よりいいかも、あの柔らかいからお肉が、いや、このチキンめちゃめちゃ美味しいよ、天むすかわいい、まあ、天むすは小さいおにぎりとして有名でしょ、うん、エビが入ってる、そう、エビ天ぷらが入ってる、うん、美味しい、早っ、おいおいおい、もう口がパンパンに入らないでしょどう考えても一番美味しかったのが手羽先ね、金手羽、銀手羽、いや俺は金手羽のね、甘辛の照り焼きので、ごまの風味がプラスのパンチとしてくる、うまかったね、で鶏もしっかりしてるし大きいし、マジで美味しかった、デザート注文したい、やっぱ味噌カツ、デザート大きい、
してデザートって言って、デザートが欲しいよ、レナ社長がデザートが欲しいよって連絡した。ノーノー。デザート何があったっけ。名古屋コーチンのカタラーナ。うまそうじゃん。はい、デザートが来ましたよ。もうプレゼンテーションがいいよね。カタラーナ、ね、私カタラーナが大好きだけど。カタラーナってどこのデザートなんだろうね。ドイツじゃないでしょ。ちょスペインじゃない。イタリア、カタラーナだからスペインだよ。カタルーニャのカタラーナじゃない。はい、うまい。もう私がデザートが一番好きかもしれない。ねえ、おい、もう取れんから。今これさ、こう割ろうと思ったけど割れんから、もうこれ一口でいこうかなと思って。何何、話せ社長、話せ。大丈夫、もう一個買ってあげるから。信じられないやつだね。いや、信じられないのかな、あなたでしょ。んちょうだい、一口で食べるだけ。こうかじるから、ちゃんと。こう、かじるからね。信じられないよ、絶対。かじるからね、かわいい。うん、だからここで喧嘩になるんだね、うん、あれ美味しいよね。本当にこのカタラーナ一番のおすすめかもしれない。食べましたね、お腹いっぱいになったわ。このお店はいろんな美味しい料理が食べれるってことだね。名古屋飯食べたかったらおすすめだね。この名古屋飯の紹介動画が楽しかったならいいねボタン押してください。名古屋に遊びに来る方はぜひまかまか、まかまかはいくつかのお店があって、まかまか本店が名古屋飯、もう一つが海鮮串揚げのまかまかがあって、今度行きたいね。ね、美味しいよ。行ったことある。行ったことあるよ。俺も行ったことないんだけど。連れて考えちゃった。知らない方だから。今度行きたいと思います。あと肉バールもあるよ。それもいいね。うん、そう、またあのチタ牛とかいろいろ出してる、美味しそうな。あ、いいじゃんいいじゃん、ね、ぜひ紹介していきたいと思います。はい、ではチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。